新型コロナへの対応の経験を通じ、我々は人間の安全保障の理念のもと、誰の健康も取り残さないとの観点からユニバーサルヘルスカバレッジを実現することの重要性を再認識しました。また保健システムの強化や栄養、水、衛生なども感染症に強い環境の整備、持続的な保険財源の確保の必要性を改めて認識することとなりました。こうした教訓を踏まえ、我が国は本年12月東京栄養サミットを開催し、世界の人々の栄養改善を推進します。そして最後に、将来のパンデミックに備えるためには国際保健システムの在り方を見直すことも必要と考えます。国際保健課題への対応にあたっては、地理的空白を生じさせるべきではなく、世界各地域の情報や知見が自由、透明、迅速な形で広く共有されることが重要です。こうした認識のもと、我が国は健康危機への対応における WHO の役割を重視しており、これまで WHO の検証改革の議論に積極的に貢献してきました。引き続き国際社会と手を携えながら、効果的かつ実践的な対策の実施に向け全力で取り組んでいく決意です。6月のコバクシンサミット